ちは。こんにちは。さあ、豊さん。パーン。はい。はい。お、打って投げる。イエーイ。さあ、最後に笑うのは誰だということで。まあね、タイトルのためにやってるわけじゃないけどね。そう、チームのため。でも名誉だよね。はい、そうですね。一生残るから。そうなんです。ああ、名前がね、はい。はい。というわけで、2022年のこのピッチャー、この野手がタイトルを取る大予想です。そうだ。投手編。じゃあまずは投手編ということで、はい、投手編のセパ行きましょう。はい、これは投手編は、部門としては、最多勝とかいろいろありますけど、最多勝を防御率、最多奪三振、うん、勝率、そしてセーブ、この5つの部門。まあ、中継ぎはね、数が多すぎて、うん、誰かわかんねえ。誰かわかんねえ。まあ、はっきりしてていいですよ。いや、あのね、はい、ピッチャーも、いや、そんなんやなくたってわかるよって言うけど、はい、まあ聞いてよ。まあそうですね、そうですね。はいはい、じゃあまずセ・リーグの最多勝、はい、最多勝いきましょう。まあ何人かいますよね、はい、そう、候補となる選手、うん、もちろん投手っていうのは。ちなみに最多勝は、はい、去年はどなたでしたでしょうか。はい、え、俺に質問してんの。はい、最多勝、はい、柳じゃないか。じゃないです。あ、誰だっけ。青柳投手と栗投手です。あ、そうだ。2人13勝。あ、そうだな。そうなんです。13勝っていうのは最多勝にしたら、うん、やっぱちょっと低かったよね。はい、そうなんです。2人が今年さ、いくよ。はい。大野か、うん、森下。あ、あれ、去年の青柳投手と栗投手はもう入ってこなくて、新しいですね。うん、まあ新しいっていうのは新しいけど。はい。大野投手。やっぱ大野の馬力っていうのはすごいよ。はい。それとあんまり完投にこだわらなければ、はい、もっと勝てると思う。おー、だあれ完投していくとやっぱ疲労がさ、ね、終盤残るから、はい、まあ120球ぐらいはいけるよ、うん、だから7、8回までいける。だから完封とか完投とかしなくていいわ、うん、別に、はい、ね、後ろいるしっていう、後ろいるし、うん、で点数が空いたら、はい、もう他のピッチャーに任せても大丈夫あそこは、はい、そうなってくるとやっぱ俺最多勝に一番近いと。だいたい何勝ぐらいいきそうですか。17、8。2週まではね、なかなかいかないと思うんだけど、17、8で森下、はい、これもいいと思う。森下投手、あ、去年あの2桁いってないんですね、8勝、はい、うん、まあ、あんまり去年は良くなかったけど、はい、今年は多分いいと思う、うん、だから森下がああいう緩急、修正力をまたね、復活させてやると大野といい勝負をするかなというね。じゃあこの森下投手も17、もまあもちろん争いをするわけだから、うん、はい、ただ最終的にはやっぱりね、その俺がチームとしての予想を立ててる中日の方が上なんだよね、広島よりは。はい、だから、まあ、大野に軍配が上がるかなという。お、じゃあ豊さん的には最多勝セ・リーグ、はい、大野投手大体17か18勝するだろうということですね。はい、続いて防御率。防御率、ちなみに去年の防御率取ったのは、柳。そうです、中日の柳投手の 2.20 です。そうだね、はいはい、さあそれを踏まえて、森下。おお、ここでも出てきた柳。はい、ここで柳。おお、去年のやっぱり、ね、柳は安定してる。はい、で同じ明治大学の森下と、はい、先輩後輩なんだけどさ、二人ともよく似てるよね、うん、投球パターンが、はい、でああいう投球パターンがやっぱり防御率ということに関していいんだろうなと思って、はい、あまり打たれないんだろう、連打とか、はい、ああいう縦割れのカーブを投げれるピッチャーが、うん、それでストライクをなおかつ取れるピッチャーが、はい、やっぱ勝っていったりだとか、はい、抑えていったりだとかするんだろうなと思って、はい、やっぱ2人とも制球がいいし、うん、まあ、この2人のどちらか、どちらか、はい、まあ、柳かなというような気がする。あ、じゃあここはちょっと柳投手中日取るんじゃないかと思う。でなんか味付けに森下森下って来てるけどさそうですね、なんか2番手かって思うけど、はい、ね、まあ、これは勘弁して使う際や。わかりました。じゃあここは柳投手が防御率取るんじゃないか、はい、次最多奪三振。ちなみに去年は最多奪三振は柳。そうです、柳投手取りました。これも柳。ここもじゃあ今年もやっぱね、今年のオープン戦も見てて、はい、非常に安定してる、うんうんうん、でボールのキレもいい、はい、だ安定して取っていくかなっていう三振、はい、あの球速でなかなか三振取れないというふうに考えるんだけども、うん、いかに他のボールも制球がいいかということだよね。
はい、うん、あとは青柳、あ、青柳投手、あ、青柳防御率に入ってるわ。そうです、そうです、青柳投手防御率にも入ってます。もう候補には入ってるけどね、はい、入ってるけど、うん、3打3打三振も取るんじゃないか。去年ちなみに104だったんですよね、はい、青柳投手は、はい、うん、まあ、柳は柳投手はもう168 で、 そうですよ、はい、結構ダントツでした、ね、だからやっぱ三振を取るコツも知ってるよね、柳はね。だからそういう意味ではそういうコツっていうのはね、なかなか崩れないんだよ、はい、で早くから打ちに行こうと思っても、うん、やっぱり外されるとさ、うん、その読みを、はい、打っていけないようなピッチャーだ、多彩だし、はい、でまあ、柳が有力かなと思う、ね、ちなみに去年の最多奪三振の2、はい、138個の三振取ってる投手って誰だったかって覚えてますか？誰と争った？巨人戸郷投手なんですよ。だけど戸郷がちょっとね、ちょっとはい、うん、っていうところもあって、なかなか巨人のね、やっぱ投手の名前出てこないのもちょっと寂しいですけれども、はいね、はい、じゃあそんな中でもじゃあ最多奪三振は柳投手、はい、ということですね。はい、はい、勝率、勝率、はい、奥川、おお、去年大活躍でしたからね。やっぱ負けないピッチャーだよね、はい、なかなかね、うんうん、それと自爆型じゃないからさ、はい、だからどんどん攻めていくし、うん、そういう意味では勝ちを拾えるし、はい、であそこの打線を考えた時に、うん、いや打ってくれよというね、はい、うん、それとは嫌ない。おー、またここでもやっぱり柳投手入ってきますよね、勝率ね、やっぱ負けないピッチャーだよ、安定してるし、防御率も顔出す、奪、はい、三振にも危ないところで奪三振取れる、うん、そうなってくると負けがなかなかつかないピッチャーだというふうに思うね。おー、なるほど、うん、ちなみにですけれども去年は最高勝率青柳投手の 6.84、うん、次いで大瀬良投手 6.67、うん、で 6.47 の3番目が柳投手という形だったんですよね、うん、いや、ここに奥川が入ってる。おー、で本命はどっちなんですか？あ、わかりました。最高勝率は奥川投手が今年取るんじゃない。そうそうそう、はい、さあ、セーブ、はい、セーブです。これは、うん、マルティネス、中日の、中日の、まあ、スアレスが抜けちゃったでしょ、はい、で栗林が昨年投げすぎてるんじゃないかなっていう、はい、今日登板型になってて、うん、なかなかこう、あとはチーム状態だよね、はい、これやっぱこう勝ちでつないでくれないとさ、あと延長12回になってきて、はい、終盤までどう戦っていくかっていうチーム方針もあるだろうし、はい、あとは疲労っていうのが俺はちょっと気になるな、昨年の。だからそういう意味では、まあ、マルティネスっていうのがまあ、今年中日を上位に上げてるだけに、はい、勝って回ってくるっていうことが多いと思うんだよ、はい、だからそこで数を稼げるかなと。おー、なるほど、まあ、そういう感じで待っています。でも投手をずらっと見るとやっぱ中日多いですね。中日いいもん、うん、ピッチャー投手王国ですよね。やっぱいいもん、うん、で一方でやっぱり巨人だったりとかの名前が出てこないっていう、うん、まあ、菅野もね、はい、オープン戦見てるとそんなに良くないんだよね。だから一頃の菅野よりも少し引いてやった方が見方をね、はい、まあ、菅野も楽かなっていうふうに思う。あと DeNA も名前が入ってこなかった。 DeNA は総合力だ、まあ、ちょこちょこ誰かしら勝っていくタイプなるほど、で、まあ、総合力ですね、本当に。わかりました、はい、さあ続いてパリーグです。パ・リーグ、はい、パ・リーグの最多勝は、最多勝は佐々木朗希、うん、対抗馬千賀、はい、うん、そして山本、はい、もうここはなんか鉄板っていう感じがしますね。まあ、鉄板だよね。ただね、山本の時に打たないんだよね。そうなんですよ、まあ、エース同士で投げてるから、はい、それはなかなか打てるピッチャーと投げ合ってない。でも、うん、そこで勝っていけるのが山本だけども、はい、どうだろう、俺佐々木朗希の爆発力が勝るような気がするし、はい、ロッテの方がどちらかというと点の取り方うまいよね。で千賀も、まあ、去年がねいいんだけど、はい、チームが打てないとさ、やっぱ勝ち星拾えないから。まあこれ兼ね合いですもんね。そうなんだよ、確かに。だから、まあ、佐々木朗希が取ると痛快だなと思うよね。確かに、まあ、昨年はね山本投手が18勝って素晴らしい数字で、はい、勝ちましたけど、じゃあ豊さん、はい、本命をもう決めてください。佐々木朗希投手でいきますか。でも、うん、心の中でざわついてんのは山本、うん、ざわつくのはめっちゃざわついてる。いざわついてるけど夢は佐々木朗希にとってます。あ、そうか、まあ、取るんじゃないか。ロッテオリックスになるとこの2人の投げ合いが多くなってくるんですか。いやわかんない、それはずらしてくるかも。まあ、そういうのもありますからね、はい、
はい、じゃあ最多勝は佐々木朗希投手、はい、続いて防御率です、はい、防御率はもう一択山本。お、もうここはここはね、なかなか打てない。まあそうですね、うん、じゃあなんで最多勝もそうじゃないかって言うけど、うんうん、はい、これは味方が打ってくれなくても、うん、防御率は自分の力で取れるタイトルだから、うん、はい、だから打ってくれればいいよ、うん、打ってくれればいいけど、打てなかったらもう防御率取っちゃうみたいな。おー、そんな感じ。じゃあもうそんな感じ軽いですね防御率、ちなみに去年は山本投手 1.39 だったんですけれども、うん、1点台またなると思いますか？1.39 ですよ、防御率。1.39 も2点取ったら勝てるんだぞすごいですよ。その2点取れない時もあるんだ。そうですよ、うん、だから防御率はもう鉄板で山本が取る。じゃあ今年も1点台ですかね。可能性ある。まあ大体フォアボールも出さないもんね。そうなんですよね、うん、だから千賀とか見てるとフォアボールでポンと打たれる時はたまにあるから、はい、だから防御率はどうしても跳ね上がっちゃうよね。そうなんですよね、うん、まあでもここはもう文句なしに山本投手防御率、はい、これ一択一択ですね、はい、さあ最多奪三振です。最多奪三振も去年206で山本投手取りました。さあそれを踏まえて圧倒的ですよ206って結果が200台1人ですもん。ただね、今年はね、うん、結構対策してくると思うんだよ、山本に対して、はい、そしたらそこまで三振が取れるかどうかっていうのもあるし、ほう、ここは佐々木朗希戦が、うん、あ、山本投手入ってこないんですね。打たして取る。打たして取る。お、もうね、入ってくる。さあ幼少の時は三振取ってくるかもわかんないけど、もうしんどいいや、力走いやいや、もういつも一生懸命だとしんどいから、はい、もう打たして取るコツも覚えて、はい、三振は減ると見て。なるほど。でも、うん、三振にかけてるのはやっぱ佐々木朗希と千賀だと思うから、うん、まあどちらか、うん、この2人と、はい、いうことで、まあ、千賀投手昨年がねちょっと出だしがあれだったんですけども、 そもそもそうですよね、三振でバタバタいくタイプなんで、はい、どうしましょう。2人は取れないですかね。同じ数字になる場合はもちろん2人ですけれども、ね、佐々木朗希。ああ、ここは佐々木朗希投手ですね。俺はね、三振平均が160キロぐらいだよ、うん、平均が打てない150キロじゃないんだよ、はい、佐々木朗希と菅野の投げ合い見てて、はい、菅野が150キロ出してたよ、うん、その球遅くねえじゃんだから佐々木が投げる。そうですよね、やっぱなかなか打てないよお前、うん、オープン戦でも5回までに三振10個取っちゃった。5回までですもんね。だからまあ佐々木朗希が取ると痛快だなと。なるほど、その気持ちも込めて、じゃあ佐々木朗希投手最多奪三振。さあ最高勝率です。勝率は山本。はい、もう昨年もそうでしたね。これは負けない、うんうん、っていうような感じです。あ、もうここは一択。もう一択で分かりました。山本を押した時には一択大本命。大本命ですね、ここは。大穴とかいないんですね。競馬だったらもう鳥紙だから買って損する。全ベッドかけるって。そうそうそう。ただそうですね、倍率も低いから。低いから帰ってこない。帰ってこない。さあ最後セーブです、はい、これは期待も込めて平良、うん、あ、まあ、ちょっとね、はい、術後で、はい、まあ、教育リーグには投げてるけども、はい、でもまあシーズン長いからね。そうですね、うん、で俺セーブを優勝にしてるから、はい、平良の活躍っていうのは必須なんだよ、はい、だから取ってもらうの困っちゃう。ですね、俺の困ったからってタイトルの話ではないんだけど、まあ、去年はロッテの増田投手でしたけど、まあ、増田もよく投げてるけどな。そうですよね。ただ昨年ほどまた投げれるのかと思うとさ、なんか心配でさ、ピッチャーは、まあそうですね、登板感だとか疲労だとか、うん、だからまあセ・リーグの方で言ったら栗林とかさ、はい、ちょっと疲れちゃってるんじゃないの。それ心配ですよね。それ心配でしょ、はいはい、だからまあそういうことになる。確かにあの平投手は防御率でいうと西武の中の防御率でいうと 0.90 なので、はい、トップなんです。もうそれで昨年は最初は中に入ってたからね、うん、そうです、そうです、セットアッパーとか、はい、だから今年はまあ抑えでいったとしたら、うん、タイトルが取るかなっていう。そうですね、はい、さあ今日はセパの投手陣のタイトル予想をしました、はい、じゃあ次回はセパの野手陣、打撃にも、はいはい、いきましょう。